2010年10月30日より、福島交通が導入した、同社一般路線バス、鉄道専用非接触型 IC カード乗車券である。2015年4月1日より、電車線にも導入された。本項目では、頼み、地乗りホールディングス所属事業者の IC カード、導入状況についても記述する。のかは、非接触 IC カードに、 回数乗車券と同等の情報を記録し、乗車の度に度数を引き去っていく。また、乗り、降車データを運賃箱のメモリーカードに保存でき、集計の上、正確な統計データを収集できる。また、非接触 IC カードを採用することにより、紙式回数券の廃棄物や、磁気カードにおける読み取り機の消耗、使用済み券の廃棄物の問題が解消される。のかは、 バスに乗るカードとして命名された。同社では、の下導入以前にも郡山支社管内で、バス IC カードが導入されていた。詳細は、バス IC カードを参照理念に記載されている17桁の英数字の上2桁は FK となっている。便宜上郡山支社の QIC カードに関する事項も一部掲載する。東北の事業者として初めて、郡山支社で導入した。 IC バスカードはフェリカの普及前であり、ミフェアが採用された。これとは別に、磁気カードを福島市内で導入していたが、いずれもシステムの老朽化、保守面の問題、親会社の変更などの理由により、乗車券の媒体、規格を統一するため、ノカが導入された。乗車時、降車時、乗車時、降車時以下の導入対象外を除く福島交通の一般路線バスのほぼすべて、 なお、導入される路線、車両には、のかご利用できますの青いステッカーが重付される。導入対象外相馬市、南相馬市、田倉町、花輪町、山釣町、鮫川村を運行する市町村バス路線これら6市町村の各路線には、時期カードが導入された。なお、2012年11月5日より、これらのバス路線についてものかが導入された。 白川市が JR バス関東と福島交通に運行を委託している白川市循環バスでは農家を利用することができない農家回数券農家定期券も森んシルバーパスポート学割り回数券農家ちょこっとエコ回数券の継ぎ割引チャージ再発行記名カードは紛失データ読みで不良チップの破損などの理由により再発行が可能であるこの場合 残額の復元には、新整備より3日を要し、手数料200円を呼び、新券のデポジット500円を支払いを要する。モモリンシルバーパスポートのみ、申し出箇所が異なる。定期乗車券の一括発売複数の定期、乗車券を、所属団体において一括発注する場合、カードの設定は一回のみで、継続して使用できる券を発行できる。定期旅客運賃は団体宛に、 年4回以下の締め日において請求される。通勤定期券は告知以上は割引になり、通学定期券は団体が指定した期間において定期乗車券としての使用禁止設定が可能である。エリア自由乗降サービス一般路線バスの循環路線について、所定基準運賃以上の定期乗車券は、当該循環路線の全区間について乗車できる。 休日100円サービス定期乗車券使用者本人が、期間に含まれる休日ダイヤ運行日において、区間外を乗車した場合その運賃を100円とする。また、同居家族を伴い乗車する場合はその家族旅客も1乗車あたり100円となる。本人の区間外乗車の場合、デフォルトでは、区間外の大人運賃であるため、本制度適用の旨と、現金、回数券からの引き去りの別を、 その都度申告する。鉄道線は対象カードで本人分は自動的に適用される。バス定期乗車券で鉄道線に乗車する場合、鉄道定期乗車券でバス路線に乗車する場合も適用。当初、通勤定期乗車券が対象であったが、2015年10月より通学定期乗車券も対象となる。郡山支社管内で導入されていた。 QIC カードとノカとの違いについて述べる。リピーター割引の立技割引適用条件、回数券カードを取り扱い営業所システム開発元、QIC カードはクラリオンのカワレシップである。ありがとうございます。